感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律。平成10年10月2日法律第114号は、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する措置を定めた日本の法律。 感染症予防法、感染症法、感染症新法とも言う。従来の伝染病予防法、性病予防法、エイズ予防法の3つを統合し1998年に、制定1999年4月1日に施行された。その後の2007年4月1日、結核予防法を統合し、また人権意識の高まりから人権尊重や、 最小限度の措置の原則を明記するなどの改正がされた。感染力や罹患した場合の重篤性などに基づき、感染症を危険性が高い順に1類から5類に分類する。基地の感染症であっても、危険性が高く特別な対応が必要であると判断される場合は、政令により指定感染症に指定し対応する。また、すでに知られている感染症と異なり、 危険度が高いと考えられる新たな感染症が確認された場合、新感染症として分類し対応する。SARS や人獣共通感染症への対策もある。また、動物の感染症には狂犬病予防法や家畜伝染病予防法の規制もあるが、狂犬病、ブルセラ病など双方に指定されている病気もある。ロスパンイコール7 1類感染症。 ロスパンイコール7スタイルイコールテキストアラインセンター感染症法6条2項1号エボラ出血熱第1種検疫感染症に指定検疫法1条検疫法上の停留期間は504時間とされている検疫法施行例1条の3出入国管理法により患者である外国人は本邦への上陸を拒否される出入国管理法5条 ロスパンイコール62全数報告。中届出で行う医療機関。都道府県知事は以下の措置ができる。保健所設置市は市長が特別区は区長がする64条1項。1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等感染症等の患者に対し都道府県知事は健康診断の勧告ができ。 17条1項、感染症にかかっていると疑うに足りる正当な、理由があるにもかかわらず勧告に従わない場合には、当該職員に健康診断を行わせることができる。17条2項。1類感染症、2類感染症、3類感染症及び新型インフルエンザ等、感染症等の患者、無症状病原体保有者について、医師の届け出があった場合、 都道府県知事は感染症を公衆に蔓延させる恐れがあ業務として感染症ごとに厚生労働省令で定められた業務、食品関係や接客業などへの就労制限を通知することができる18条1項この通知を受けた場合には厚生労働省令で定める一定期間において就業が制限される18条2項都道府県知事は 一類感染症の蔓延を防止するため必要があると認めるときは当該感染症の患者、保護者に対して医療機関原則として特定感染症指定医療機関か第一種感染症指定医療機関入院を勧告することができる19条1項この勧告を受けた者が勧告に従わないときは当該勧告に係る患者を医療機関原則として 特定感染症指定医療機関か、第一種感染症指定医療機関に員させることができる ?19 条3項。これらの規定は二類感染症や、新型インフルエンザ等感染症の患者についても、順用されており、26条。この場合の医療機関は原則として、特定感染症指定医療席、第一種感染症指定医療機関、第二種感染症指定医療機関となる。 都道府県知事は、一類感染症、二類感染症、三類感染症、四類感染症または、新型インフルエンザ等感染症などの発生を予防し、または、その蔓延を防止するため必要があると認めるときは、次のような層を講じることができる。感染症の病原体及び毒素は、6条19から22項により、一種病原体、 等から四種病原体等までの特定病原体等と特定病原体等に該当しない病原体等に分類される。この分類に基づいて標準物質等としての所持、輸入、譲渡し及び譲り受け、運搬、帳簿管理を制限し、56条の3から38、事故による薬病発生や生物兵器としての利用を防止する。なお、口述。 BSLX の表記は、国立感染症研究所病原体等、安全管理規定別表3に基づく、バイオリスクグループ分類である。病原性を有し、国民の生命及び健康に、極めて重大な影響を与える恐れがある以下の、病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲り受けは一部の例外を除いて、禁じられる。運搬には、 都道府県公安委員会への届け出が必要である。所持者には帳簿を備える基調義務が課せられる。病原性を有し、国民の生命及び健康に重大な影響を与える恐れがある以下の病原体等。所持、輸入、譲渡し及び譲り受けには、厚生労働大臣の許可が必要である。運搬には、都道府県公安委員会への届け出が必要である。 所持者には帳簿を備える基調義務が課せられる。病原性を有し、国民の生命及び健康に影響を与える恐れがある以下の病原体等。ブルセラ症、スイス、別名豚流残菌、メギテンシス、別名マルタネツ菌。所持、輸入には、厚生労働大臣への届け出が必要である。譲渡し及び譲り受けに関する規定はない。運搬には、 都道府県公安委員会への届け出が必要である。所持者には帳簿を備える基調義務が課せられる。病原性を有し、国民の健康に影響を与える恐れがある以下の、病原体等。所持、輸入、上都市及び譲り受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。本法において特定病原体等に掲げられていない、病原体等全般。つまり、 病原性を有し、国民の健康に影響を与える恐れがあるとは言えない病原体等。所持、輸入、上渡し及び譲り受け、運搬、帳簿管理に関する規定はない。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。